こんにちは、こんばんは、葵です。ドキドキ文芸部11回目始めます。はい、前回ね、文芸部員は役割分担しまして、主人公の葵はね、ユリを手伝うことにしたんですよ。で、今回日曜日ね、日曜日はこの葵の家でユリと一緒にね、作業をすることになってんだよね。もうドキドキだね。もう日曜日だ。ユリの訪問が近づくにつれ不安になってきた。不安か。何も心配することはないと言い聞かせるが、どうもうまくいかない。ユリは普段は内向的で静かな人間だ。二人きりになったらちょっとは親しくなれるかもしれない。ちょっと暴走しがちな子なんだよね。当日までの間、ユリとは時々メッセージのやり取りをした。ユリは最初はかなり不安そうだったが、次第にいろいろ話してくれるようになった。あ、そうか。電話番号交換もしたんだよね。でも、そういえば、さゆりがあの日部活を早退した日から、音沙汰がない。そう、それが心配なんですよ。別にいつもメッセージを送り合っているわけではないが。でも、頭の片隅では彼女のことを心配していた。さゆりの言ったこととモニカの言ったことを考えると、さゆりが俺を必要としているかもしれないのに、彼女のことをほったらかして本当にいいのだろうか。そうだよね。ずっと一応心配してるっていう立ち位置なんですよね。俺はゆりが来る前にさゆりの家に行くことにした。おう。うん。正直ね、今一番気になる人がね、ゆりには悪いけど、さゆりなんだよね。事前に知らせず家に上がることは今までに何度かあったので構わないだろう。あ、そこまで親密なんだ。家族ぐるみで付き合いがあるという感じでしょうね。さゆりの家に着き、ドアをノックする。さゆりとは一緒にずっと遊んでいたから、お互いの家には家族感覚で上がり合っていた。あ、そうだね。家の中は静かだ。1階にはいないので、おそらく自分の部屋にいるのだろう。だが降りてきて挨拶してこないのはおかしい。ピンポーンってした？俺は彼女の寝室に行き、やっとさゆりを見つけた。あ、でっけえぬいぐるみがありますね。なんかすごい。さゆり？あ、葵。いたいた。うん。なるほど。彼女の部屋に腰を下ろす。さゆりは微笑んでいるが、それだけでいつもと違うのは明らかだった。なんかね。お互いの間に沈黙の時間が流れる。こうやって葵がここに来るのってすごく久しぶりだよね。あ、言われてみればそうかも。本当に久しぶりだな。でもあまり変わってないようだな。眺めます。さゆりの部屋は昔と同じように散らかっている。そうか？ああ、確かにちょっと下の方がね、ベッドの下の方が。もう何年も前からあるぬいぐるみや壁の装飾もそのままだ。でも観葉植物とかあるから、意外と、面倒見てんのじゃない？へっ。葵がもっと頻繁に来てくれたら、こんなに散らかることはないのにね、片付けさせる気か？それはお前の代わりに俺が部屋を掃除することになるからな。それで、今日はどうしていきなり来たの？いや、連絡しても、繋がんなかったってことやね。今日はゆりちゃんと会うんじゃなかったっけ？ああ、でも、待て。なんでそのこと知ってんだ？前回の話し合いで決まった時、さゆりはすでに帰っていたはずだ。モニカちゃんが教えてくれたの。文化祭の準備について私に伝えておくのは普通のことでしょ？確かに。でも、お前はどうなんだよ。今日モニカの手伝いはしないのかよ。もちろん。ネットで手伝ってるもん。あ、データのやり取りしてんだ。なんか、自分のイメージだと、なんか、ポスターを手書きで色塗ってるみたいなイメージだったけど、そんなんじゃないんだね、今時。だから、モニカちゃんと直接会う予定はないよ。ああ、データのやりとり。じゃあ、会う予定があるのは、俺とユリだけか。そうそう。俺たちの間に、さらに静寂が広がった。さゆりの視点は定まっていない。今日のさゆりの行動はいつものさゆりらしくない。やっと本題に入る。ただ、お前がどうしてるか気になってな。金曜に帰ってから。
何かあったなら俺に隠し事はできないからな。お前のことはよく知ってるからな。だから、さゆりは微笑み首を振った。そんなの良くないよ、葵。え？いつも通りのままじゃダメなの？ん？全部私のせいだから。私が弱って間違えて感情を表に出さなかったら、私がそんな間違いを起こさなかったら、葵は私のことなんて心配する必要もなかったのに、ここへ来ることもなかったのに。すごい寂しいこと言うな。今私のことなんて考えてなかったはずなのに。でもこれが私への罰なんだよね。罰って何？自分勝手だったことへの罰なんだ。だから世界が葵をここに連れてきたのかもね。世界は私を苦しめたがってるんだよ。なんか素敵なこと言うね。へへって一つの詩みたいな感じになってるけど。さゆり、俺はさゆりの肩を掴む。一体何を言ってるんだよ。お前自分で何を言ってるのか分かってるのか。何か起こったに違いない。お前がこうしていることに他に理由のつけようがない。だからちゃんと言ってくれよ。それが分かるまで俺はお前のことを考えるのをやめられないんだ。あ、何これ。さゆりは空っぽの笑顔を俺に向けた。もう逃げ場なんてないんだね、葵。逃げ場？でも葵は間違ってるよ。私には何も起こってないよ。私はずっとこんな感じだったんだよ。葵が初めて見ただけ。何をだよ。何の話をしてるんだよ、さゆり。へ？葵、どうしても私に言わせる気なんだね。でも、もう言うしかないか。あのね、ずっと前から、私は重い、うつ病を抱えていたの。はあ、知ってた？なんで毎朝学校に遅刻してるかわかる？いつもベッドから起き上がる理由を見つけられないから。完璧に無価値な私がやるようなことなんて何もないもん。なんで学校に行くの？なんで食べるの？なんで友達を作るの？なんで他の人が頑張った分を私が無駄遣いしてしまうの？そんな気分になるんだ。だから私はただみんなを幸せにしたい。私のことなんかは誰にも気にかけられずに。ショックだ。どんな反応をすればいいのかさえわからなくなった。俺はさゆりのことを知っていると思っていたのに、さゆりはこんなことをずっと隠していたというのか。本当にさゆりはそこまで俺に気にかけられたくなかったのか。なんでだよ、さゆり。え？なんでこんなことを今まで教えてくれなかったんだよ。親友として裏切られた気分だ。これあんまり言わん方がよくない？もっと早く分かってたら、お前を支えるためなら何でもしてやったのに。たとえ俺にできることが多くなかったとしても、お前の毎日が少しでも良くなるようにどんな小さな努力でもしたのに。そのための友達だろ？全部俺に教えてくれれば。葵は何も分かってないよ。私がなんで今まで言わなかったのか分かる？だってね、もしこのことを知ったら、葵は自分がしなきゃいけないことよりも私なんかのために努力を無駄にしちゃうでしょ。はあ、なんか辛くなってきたな。私は構われたくないの。誰かに気を使われちゃうとなんだか切なくなってくるんだ。たまには心地よかったりもするけどね。
でも同時に頭をバットで殴られたような気分になるんだ。だから葵には他のみんなと友達になってほしかった。そういう心の流れだったのか。みんなが幸せになることが私にとって一番だから。でも、もう一つ気づいたことがあるんだ。葵が他の部員のみんなと仲良くしているのを見ると、心がまるで槍に貫かれたように痛くなるの。だから、そういうことなの。この世界は私を苦しめたいんだって思ったんだ。どの道を進んでも傷つくだけ。お前は俺に何も分かっていないと言ったけど、その通りだよ。さより、俺はお前の気持ちが全く分からない。でも、理解なんてする必要はないんだ。お前の苦しみを止められるなら、どんな方法だって。俺は、どんなことでもやるよ。違うよ、葵。そんなものない。何も、ないんだよ。唯一できたことは、いつも通りに過ごすことだった。でも、私が自分勝手なせいで、どれほどひどい人間なのかを見せてしまった。涙が、さよりの頬を伝う。私が自分勝手だったから、葵を文芸部に入部させてしまったんだ。だから罰として、自分でも理解できない心の痛みを負って。そして今度はここに来た葵の心も傷つけてしまった。私は弱くて、わがままなんだ。それが、私。だから私は、その罰を受け入れるんだ。だって、全部私の自業自得だから。考えるより先に、俺はさゆりの肩をもう一度掴む。今度は、彼女を強く抱きしめる。あ、葵、さゆり、お前が自分勝手だろうと、何でもいい。文芸部に入部するよう、お前が説得してくれて、本当に良かったと思ってるんだ。毎日お前と会えることが、十分に価値のあることだ。もし他のみんなと仲良くなれるなら、それは嬉しいけど。だけど、お前が思っている以上に、俺はお前を本当に大切に思っているんだ。これだけは分かってもらわないといけない。おい。さゆりは抱き返してくれなかった。俺の腕はさゆりを包み込んでいるのに、さゆりの腕はそのままだ。さゆりは俺の耳のそばで泣いている。ダメ。こんなことしないで。お願いだから。葵。私。さゆりはすすり泣いてほとんど喋らない。俺のやっていることは正しいことなのだろうか。ただ、大事に思っていることをさゆりに知ってもらいたい。もしお前が自分をわがままだと言うなら、俺にもわがままを言わせてくれよ。どうすればお前にとって良くなるのか、絶対にその答えを見つけ出してやる。こんな気持ちは俺が消し去ってやる。だから、俺にしてほしいことがあるなら、必ず言ってくれ。もし言わなかったら、怒るぞ。私、わからない。わからない。わからないよ。静かにさよりは、俺に腕を回し返す。何も、わからないの。全部すごく怖いの。自分の気持ちがわからないよ、葵。何かを感じているのは、痛みを感じている時だけ。でも、葵、すごくあったかい。でも、それもすごく怖い。さゆりは俺を離す。
彼女がそうするように俺も話した。明日は文化祭だな。うん。楽しくなるよな。うん。俺と一緒に一日過ごすのはどうだ？俺がそうしたいんだ。信じてくれ。それならいいと思う。そうか。さよりは目を拭う。ずっとここにいられたらいいのに。よりによって今日は他の予定があるんだよな。今からでも取り消すべき。これは選択肢でも多分、変わらんことだったってことだよね。さゆり選んだからね。やめて。お願いだから、やめて。そんなことしたら、私本当に許さないよ。でも、そろそろうちでゆりと会う約束なんだよな。せめて一緒に行って手伝ってくれないか？きっと楽しいぞ。驚いたことにさゆりは首を振った。ごめんなさい。今日は楽しく過ごせるかわからないんだ。わかってくれるよね。それが、完璧に理解するのは難しいんだ。頑張ってはいるんだが、いいんだよ。あまり心配しなくていいよ。また明日。ね。わかった。楽しみにしてるよ。さゆりに別れを告げ、家を出る。帰り道、まだ心は落ち着かない。でも、あと少ししたら、ゆりがやってくるのに、この件について考え続けるのは大変だ。さゆりの言う通りなのかもしれない。あまり心配しすぎない方がいいかもしれないし、明日はきっと楽しい一日になるだろう。だから、明日の準備に集中して取り組もう。